受験算数、慣れている人は5秒で解ける面白い問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。図の小さい円の直径は12センチ、大きい円の直径は24センチで、小さい円の共通の交点は大きい円の中心で、小さい円の中心は内側の正方形の辺上にあります。この時、色のついた部分の面積は何平方センチメートルですか？では解説をします。図のように透析移動をします。すると求める面積は小さい正方形の面積と同じことが分かります。その一辺は小さい円の直径と一致するので、12×12 で144平方センチメートルとなります。おまけ問題です。半径2センチの円の円周上に正八角形のすべての頂点があります。この時、図の色のついた部分の面積の合計を求めてください。円周率は 3.14 とします。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題を解く方法を解説していますので、概要欄の URL からご覧になってください。